UCI プロツアー2008は2008年1月22日のツアーダウンハンダーより開幕し9月20日のツールドポローニュで閉幕した国際自転車競技連合はかねてより UCI プロツアーからの離脱の意向を示していたグランツールの主催者である ASO RCS ウニプ l リクの意向を受け入れたその結果ツールドフランスジロディイタリア ブエルター・エスパーニャは、対象レースから外れることになった。これに習う形で、5大クラシックレースのうち、ロンドファン・フラーンデレンを除く、ミラノ・サンレも、パリ、ルーベ、リエージュ・バストーニュ・リエージュ、ジロディ・ロンバルディアもプロツアーから離脱。また、上記以外のレースでも離脱が、相次ぎ、グランツールを除くステージレースでは、パリニース、ディレイのア,ドリアティコが、また、 モニュメント以外のワンデーレースでは、フレッシュはロング、パリツールに加え、2007年の開催が中止となった、チューリッヒ選手権もそれぞれ離脱した。離脱レースが相次いだこともあり、プロツアーとしては、初の欧州以外での開催となる、ツアーダウンアンダーが、UCI オセアニアツアーから格上げされることになった。当年度の UCI プロツアーは上述の通り、クランツール主催者である。 ASO、AS RCS スポルト、ウニプブリクとの攻防戦が相次ぎ、おまけにツールドフランスの休息日に当たる7月15日に、同レース参加前17チームが次年度のプロツアーライセンスを更新しないという衝撃的な話もあったことで、シーズン全体を通じて盛り上がりのかけるシリーズ戦となってしまった。また、チームタイムトライアルアイントホーフェンは開催されず、 当初10月5日に予定されていたファイナルレースの開催もキャンセルとなった。なお、2009年についてもプロツアー制度は維持されたが、同年にはツールドフランスなどのクラシカルレースも含めたワールドカレンダーが初めて実施されることに伴い、年間シリーズ戦としてのプロツアーの重要度は2008年シーズンまでとは異なり、いささか小さくなることが想定される。なお、 UCI と主催者グループ側との一連の問着についてはありがとうございます。